はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、オートフラックスさん来てるんですけども、何やらね、ちょっとね、新しい商品があるというところで、お杉さんの方に解説してもらいたいと思います。よろしくです。はい、オートフラックスの杉村です。はい、今回は何前々からちょっとやってたんだけど、はい、なかなか手が回らなくて、ほったらかしになってたのがあります。はい、ケインフックね。ケインフック、過去にねすごい勢いで売れてたの。そう、このタイプ。そう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 、はい、あの古い D5 の人そう、ね、結構つけてましたよね。つけてましたね、うん、つけてたつけてた。新型に変わって、まあ、ちょこっとの間売ってたんで、新型にもつけてもらってた方、はい、いらっしゃると思うんですけど、うん、かなりの人気商品でした。はい、なんでやめたのっていう話もあるんですけど、うん、まあそこは、いろいろね、事情があって、はいはい、うん、で、今あの今やなかった前売ってたやつ、はい、このタイプですね、うん、ちょっと色はあの特殊な色、これオレンジですけど、はい、このタイプを売ってました。これにこういうふうな、ね、プレートをつけて、そうですね、挟み込むっていう パターンですね、はい、で今回ね、新しいやつ、新しいやつ、うん、このタイプ、このタイプ、このタイプですね。このタイプ、ちょっと形が違うでしょ。違う、ね、ちょっとだいぶ違うもんな、うん、これは旧デリカのバンパーだったら、はい、これも全然何ら問題なかったです、うん、ただ新型につけるって話になると、はい、どうしてもあのバンパーが大きいんですよね、あの新型がね、うんうん、長いというか大きいというか、うん、でそこで、ここの部分が接触しするギリ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 なんで、はい、これがやっぱり気になると、うん、で どうかするとね、うん、これそうそう、これがね、ボディガンについてるケインフックなんですよね、うん、これに、これをこういう風に感じでつけるわけですよ。そうですね、挟み込むみたいな感じで、ね、こういう感じでね、これでつけるわけですよ、うん、でまあこうやってつけてもらってもよかったんだけど、はい、ここあのわざとのように少しこうあの遊ばせるような形で作ってたんですけど、うん、はい、これ、重力に逆らえない人が結構いらっしゃって、なるほど、こんな状態でつけてたりとか、おー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 、でバンパーに接触するのがやっぱり怖いので少しやっぱり下げてつけたりとか、うん、はい、でつけてもらうのは嬉しかったんだけど、うん、かっこよくないと、あ、ちょっと下がるとね、隙間くしね、そういうのがあって、なんかもうそれを説明するのがまた面倒くさかったんで、うん、もう売らないと、はい、いう話をしてました、うん、だけどやっぱり欲しいと言われる方多いの で、ね、うん、今回こういう形リニューアルして、なんかちょっと違うでしょ形がね。これなんでかっていうとですね、うん、このガタつきがやっぱり気になってたんで、うん、こういうふうに、あ、こうそこ合わせてしまうと、もうここから動かない、ね、動かない、すぐ膨らみに合わせて、こことここで突っ張る、はい、っていう形でぴったりくる。ちょっとつけてみましょうかね、うん、ネジ外して、まあ、通常車についてる、左の後ろの方についてるはずですから、はい、こちら側に、はい、本体をつけます。つけます。そ、まあ、車の外側になるんですね、はい、うん、で、このこれは内側、当ていたプレートをこっちにつけて、はい、うん、で挟み込むみたいな形、挟み込むでこうネジを入れていただいて、これもねギチギチに作ってるんで、うん、ぴったり合ってないと、合ってないとなかなか入りづらいですよ、うん、それからもう一個、ワッシャー入れてこうですね、うん、でワッシャー入れてね、ちょっと手で締めただけで、はい、もうほぼガタつかない、おお、ぴったり、ぴったり設計、はい、ガタつかないように作ってます、うん、はい、でこれをしっかり締めていただければ、うん、がっつり引っ張っても何ら問題ないと、うんうん、で、さっきも言ったように新型がバンパーがでかいので、ここ本当にこうここにね、ちゃんときちっと隙間ができるように作ってます、うん、そうですね、こうちょっと形状カットしましたけど、ね、元のやつは丸かったんですけど、うん、じゃないで、ここをカットして、はい、カットしてっていうかあの、まっすぐ切って、うん、でこっち側にその厚み分、はい、ずらしたと、うん、でちょっとしたデザイン的なものもこうデザイン要素もあるんですけど、はい、まあ、こういう製品になりました。今、黒とですね、うん、赤を、うん、工場に発注してます、はい、ね、8月になるのかな、そうで結構な数作らないと値段が合わなかったので、う
そこそこの数を出しますから。なるほど、皆さんよかったらね、うん、もう一点、多分気になる人はあると思うんで、うん、はい、言いますけど、うん、バックアーマーにはつきません。そうそうそう、あら、バックハンマーはもうかその時点でバンパー結構でかくなってるんで。そうですよ、だってバンパーに貼ってるぐらいだから。そう、まあ、バックハンマーはもう、うん、あの牽引フックついてますからね、うん、だからそれはバックハンマーはこれをあの必要としませんので、はい、そこはあの勘違いされないように、はいはい、でいろんなものつけたがる人いるんですけど、うん、何もかもゴテゴテにつけると、うん、どうしてるんだこの人みたいな、うん、どんなセンスしてるんだみたいに思われますから、うん、バックハンマーはバックハンマーで、うん、スキッとつけましょう。じゃ あのノーマルバンパーの人用と。そうですね、うん、ちょっと待ち遠しいかもしれませんけど、もうちょっと待ってください、はいはい、8月に入ったら販売できるように頑張ります。価格はどうするの？ね、以前の価格、まあ、9800円ぐらいで出してたんですよね、うん、でやっぱ同じ金額、9800円。今このご時世、まあ、いろいろねありますけど、うん、まあ、そこをやっぱり1万円超えるとね、うん、1万円超えるのってやっぱ思われがちですから、だからあの送料込みで9800円。なるほど、まあまあ、はい、お父さんの小遣いそうですね、ね、はい、あの、はい、出せる範囲ぐらいのね、はい、ところで、はいはい、まあまあ、今ね、とりあえずはあの良かな感じなんで、実際ね、うん、発売の時またホームページとかね、そうですね、はい、見て。あ、そうそう、もう一点、うん、前あのロゴが普通のフォントだったんですよ。あ、そうですよね。で今回ちゃんと自分のところが作ってるロゴに合わせて、うん、かっこよく作りましたんで、はい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 、ここもちょっと見どころかなと思います。いいですね、はい、まあ、ぜひ発売の日には買ってください、ね、メルマガとかホームページとかで告知、はい、メルマガ、SNS ホームページ、はい、そこら辺であの告知ずっとしていきますので、はい、発売時期はそちらの方で確認してください、ね、チェックしてもらってと、はい、はい、いうところで、はい、はい、分かりました。あのこういうあのちょっとこう今までは大きい製品が結構続いたんで、そうですね、はい、はい、なんかね、こうお手頃なドレスアップパーツっていうのも非常にいいですね、うん、はい、ということで、今日はですね、オートフラッグさんから新しい製品のご紹介いたしました。おすぎさん、どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。There's much I never told you, like who I am, who I love, where I've been and where I came.